ライオン、カバさんを襲ってみたところ。歯も立たねえ。重戦車や。虎が馬飛びしててわろた。なんで飛び越えてるんや。なあわら。これは猫ですわ。圧倒的な質量が最強はっきりわかんだね。カバ強すぎやろ。ほんまに丸好きで絡んでるんかこれ。首に噛みつく気配がなさすぎな気が。最初の方に左のやつがパンチしてるし本気やろ。やぞ N1。やぞうかみ。カバカス汗汗。こいついつもゲリ丸してんな。横綱と小結びって感じ。やっぱり形態って強いわ。ゾウさん強すぎだぞ。ゾウって言うほど温厚なイメージないけどどうなんや。温厚は温厚だけど、ガタイがでかいからちょっと怒っただけで被害がでかい。そら野生都市行くとでは産んでいよ。アフリカゾウはかなり凶暴、アジアゾウは一回り小さく性格もアフカスより温厚。ワニ、この川始めてんを。よろしくニキー。ワニ。ワニ、ウキウキでわろた。優しい顔からの獰猛性格やか N1。このワニ好き。強すぎる。カバ強すぎやろ。サインわら。ゾウさんって割と切れやすいよね。転がされすぎ。ゾウは K1 にセイムシュルト出したらいっぺんにしらけたような突き抜け感あるよね。その最強のゾウと心通わせる人間ってやっぱ最強だわ。そもそもゾウの成獣に勝てるやつなんて地上におらんから、他の陸上生物とのウェイト差おかしいやろ。ティラノサウルスも竜脚類には勝てないからね。しょうがないね。ゾウみたいな鈍獣、スピードで翻弄して疲れたとこ攻撃すれば楽勝やろ。 40km 毎時で走ってくる模様。カバの足の速さは時速 40km 以上。陸上短距離選手のウサイン・ボルトは 100m 走9秒58の世界新記録樹立したが、カバはそのスピードを上回る。ボルトの 100m 9秒58を時速にすると、時速37から38キロほど。最も加速した時の最高速度でも、時速44キロほど。カバはボルト以上に速く走ることができる。さらにスタミナもあり、その速度を何十分も保てる。アフリカで野生動物に襲われたことによる多死者数は、ライオンワニではなくカバが一番多いと言われてる。あれ、カバ怖くね？いや、ボルトが本気出したらカバより速いから。人間が勝てるわけない。動けるデブが一番強い。追い込まれたカバは人類より凶暴だって言うじゃないか。ボルトより速いわけねえだろアホかよ。いつからボルトが本気で走ってると錯覚した？逆にカバ並みの速度で走れるボルト。カバの比較対象になれるボルトってすげえ。ライオンに追われたカバ、機敏に水中に飛び込み難を逃れ、振り返って嘲笑う。反転したカババーか。本当にそう言ってるわ。カバ最強説あるよな。ほのぼのニュース。カバの皮膚ってライオンの爪牙も通さないんじゃないの？ライオン諦めてカバから離れてった。おはようからお休みまで暮らしを見つめるオイラン。笑ってるんじゃなくて牙を見せて威嚇してんだろ。口でかいな。カバが大口を開けるのは相手を威嚇するため、嘲笑うためではない。ヌメヌメしてそう。グーカワカワよ。赤ちゃんの頃からフォルムがほぼ完成してるんやな。あら、ほんまにかわいい。かわよ。これがあんななるんか。こんくらいの大きさなら飼いたいな。両生類みたいやね。地上最強の動物も子供はかわいい。ライオンと暮らした結果、頼りになる彼氏だ。誰も近づけないぜ。てかこれマジでいいよってきた男性食われるのでは。かっこかわいい。ライオン飼うとか中東の石油王か南米のマフィアくらいだと思ってた。ライオンでも女でもどっちでもいい、俺変わってくれ。普通に飼えば猫と同じように懐くだろ。ただサイズが全然違うから、ちょっとしたことで命の危険がありそうだが。なんだ、美女と野獣か。にゃんだ、猫か。ライオンになりたい。自分のことを猫だと思ってそうなライオンだな。写真家が命がけで撮ったライオンの写真が壮絶すぎる。
食われる。よく頑張った。やっぱりライオン怖いな。これはかっこいいな。描写からして望遠なんだがな。フォトショップはされてるけど、このボケ方は間違いなく望遠200とかじゃなく300か 400mm くらいだと思う。サバンナの動物撮影で望遠以外の選択肢があるのかよ。怖すぎ。命がけっていう割にはライオンの縄張りの外から狙える距離ですがな。ライオンの筋肉、ひえ、四足歩行の生物は移動するだけで筋トレしてるみたいなもんやからな。ライオンの握力は 500kg やぞ。ライオンって歩き方とか迫力あるわ。なんであいつらゴロゴロしてるだけやのにムキムキなんや。カンガルーの筋肉に完全に負けてる。所詮はでかいだけの猫。にゃーんわら。ライオンの筋肉すごくね。四足歩行だとしても自重だけでこんなムキムキになれるもんなん。だったら人間の足の筋肉も相当なはずやけど。オスライオンがメスに怒られる表情マジで面白い。オスライオンせちがらいのぜ。ライオンの世界でも母ちゃんは強いな。めっちゃ尻に敷かれとるやん。気持ちわかる、うんうん。ライオンの世界も女の方が強いんだね。我々人類を見ているようだ。夜中に増えた。オスライオンって、ほとんどが初体を持てなくて全身傷だらけになって長い戦いの末にやっと初体が持てるのに扱いがこれ。腹を空かせたライオンがバッファローを襲った結果。わらわら。それだけ腹減ってんだよ。こんなライオンさんの姿見たくなかったっすわ。彼女が見てる前でこれとかダサすぎだろ、リア充ザマー。猫だ、でかい猫だ。ダメな亭主を後ろから冷めた目で見ている妻の視線が痛い。何が起きてるのか全くわからん。ライオンとバッファローに睨み合い、突撃しようとするバッファローを片手でいなすライオン。そのまま立ち上がり、バッファローの側頭部に鉄拳を食らわすライオン。たまらず後ずさるバッファロー。ライオンは二足歩行のまま間合いを詰めていく。再度突撃するバッファローに、華麗な飛び蹴りでカウンターを極めるライオン。こんな感じ。草むらの中にいるメスライオンの顔はロタ。ライオンとゴリラのパワーの差。ゴリラの方が百獣の王やん。なお、自然界ではゴリラにライオンはかなわん模様。ただのニャンコ。ゴリラが本気で喧嘩したら人類最強でも勝てないという悲しい現実。ライオンさん、ダセイのは人間がよそ見た瞬間に襲いかかってるところだよな。ゴリラさんは正々堂々正面からタックルに行ってるのに。猫科の宿命やな、奇襲第一。ゴリラは防衛でしか攻撃戦からない命がけの体当たりや。背中向けた瞬間詰めてるな。同じ強度のガラス使わんと比較にならんやろ。雪に大はしゃぎの猫様。うちの茶トラにそっくり。モフモフさせてくれ。北極熊とかならわかるが、トラも寒さ平気なのか。でっかい猫だし。猫科のくせに寒いの好きなのか。猫科は個人体感で総じて好奇心旺盛なイメージあるからあんま違和感ない。うちの黒猫とか雪面に突撃していくからな。体でかすぎてこたつで丸くなれないからな。猫が雪だるま作ってるみたいだな。水の中も平気で寒さにも強いとか無敵すぎる。かわよ。イッヌのアホに育った感、チーターの賢く育った感。イッヌは自分をチーターとは思ってなさそうやな。動物は環境や。イッヌがアホそう。チーターと大型犬ってガチ喧嘩したらどっちが強いんだろう。基本的に戦闘力は猫科の方が上ちゃうか。ワンカスはともかくチーターってもっと凛々しいと思ってたけど、育ち方でアホ面になるんやな。イッヌはイワチーターやから、チーターはイワイッヌやから、と思っとる可能性。チーターって賢いんやな。幼い時から写真撮ってたら懐くんだな。猫だからな。猫科だからな。体が大きければ危険なだけ。チーターは猫の皮をかぶった犬。かわいい。足早いだけで戦闘クソ雑魚らしいからな。動物占いだと諦めの早いチャレンジャーって言われてて、ちょっと当たってるかも。チーターいいよね。
スピードに特化しすぎて戦闘力高くないんで庇護が必要と本能的に感じてるんだろう。向こうは軽くじゃれたつもりでもこっちにとっちゃシャレにならない場合もある。無論猫でも。チーターは鳴き声もニャーゴなんだよな。トラやライオンまで行くとガオーなんだけど。トラ、所詮猫だった。かわよ。この仕草好き。のびのび。こういうのでいいんだよ。これやこれ。基本猫なんやとはっきりわかんだね。チュール与えたらどうなるの。トラもライオンも夢中になってた。カワヨでももっとよこせって人間襲いそうで怖い。ヒトラーに似すぎの猫。ふふってなる。わろた。かっけえ。サビ猫は性格がよく賢いぞ。タキシードかっこ白と黒タイプも確かにアクティブで賢いな。そして大きい気がする。へえ、白黒の猫は知能高いのか。グレーの色はどうなんだろ。猫な知能対等。猫ニャニストと世界対戦するんですね。前髪。ヒゲはともかく、前髪は完全に作ってるじゃん。スターリン。ワロタ思った以上にスターリンだった。勝てなさそう。風格半端ない。かわいい。似てる。目があったら粛清されそう。首輪の鈴が勲章にしか見えん。めっちゃかっこいい。ボス猫の風格を感じる。うちの猫がすごい体勢で寝てる。想像以上だった。やるじゃん。人間ならレベル100の寝違いをするだろうな。もはや軟体生物。そっちに丸くなるのかよ。子猫？5ヶ月だよ。しんどくないのかな。うちの猫もそれよくするから大丈夫。猫は体が柔らかいからな。ものすごく気だるそうな猫。すげえじとめだな。かわいい。こいつを擬人化したら間違いなくグー。ペルシャはあまり好みじゃなかったが、この子はかわいい。かなり鬱憤が溜まってそうだな。たまらん。かわいい。目つき悪すぎだろ。ハリウッド映画のからくり人形のキャラにいそうな顔だな。外見で誤解されるタイプだな。うちの猫以上に全てを悟った顔した猫いんの？猫の息を凌駕してんだろこいつ。くそ。猫の身を借りた何か。わろた。老けてる。猫じゃねえだろ。じわじわくる。どう見てもライオンの顔なんだけど。なんかに似てると思ったこれだわ。すっきりした。タキシード着た新種の猫発見したった。ジェントルニャン。顔黒いのにヒゲだけ真っ白。白靴下も履いとる。なんこの美猫美しい。かわいい。やべえ欲しい。残念だが野良だ。ここまで近づくのが精一杯。ま、結構近づけたから餌はもらってると思われる。猫の恩返しかと思った。ケツにドライヤーを当てられた瞬間の猫の顔クソワロタ。ああ。かなり笑った。恐怖とか怒りとかそういう感情抜きにした本当に純粋な驚きの顔ってこんなんなんだろうな。人間もいきなりケツ穴にドライヤー当てられたらこんな顔になるんだろうな。それにしても歯の綺麗な猫だ。俺も熱いシャワーを当てた時にこんな顔してると思う。綺麗な猫だな。シャンプーのおかげ？日常では体験できない違和感、いや快感。まあ、びっくりしたことはわかるな。なんていうか、一点の曇りもない表情だな。完全にあー。子猫のお手伝い可愛すぎわろた。なんだこの可愛らしすぎる生き物。全身全霊かけてるにゃ。可愛すぎてたひぬおー。手袋に変わる、新しい筆記用防寒毛玉。この頃は動くもの何にでもじゃれつく。動くものに反応するよね。あら可愛い。こんな可愛い猫が家にいたらそれだけで幸せだな。手伝いというより実際は邪魔してる感じだと思うけど可愛い。